滝山です。今日は上段回し蹴りを楽にスムーズに蹴るための足の蹴り足の軌道の練習をやっていきます。で、ビジネスマンクラスとか一般の道場生っていうのはこれから、ね、こうですよって見せるんですけど、その通りにほとんどの人が蹴れません、ね、じゃあ何が蹴れないの、ね、こうですよこうですよって言っても本当そういう感覚で動かしてくれないから全然足ってうまくスムーズに上がらないんですね。これはもう指導しててもう本当にみんなそうなんですね。ただね、じゃあ何ができないの、何がね言った通りに動かないのって動かせないのっていうのをそこまで全部詳しくやっていきますね。で、もう正直ですね、これで上段蹴れなかったら諦めましょう、ね、諦めましょう。で、まあ芝道場でね、どうしても、いやでも上段蹴りたいんです、 蹴れるようになりたいっていうんだったら、ね、土曜日とか、ね、稽古終わった後に1時から2時半ぐらいまで身体操作クラブっていうのをやってます。これ誰でも参加できます。で、同情生なら誰でも参加できます。で、ここに残ってる方は劇的に動きが良くなってます。なのでやっぱり動画を見てすぐね、蹴れるようになる、ね、まあ、なる、結構慣れると思います。慣れると思います。ただ、自分の体のコントロールっていうのができるようになってないと、動画見ても、その場所を動かせないことがほとんどなんです。なので、ね、そういった場合に、もう本当、そういった身体操作クラブの時間で、いや、もっとここをこう動かすんですよ。もっとこの部分をこうやって動かすんですよっていうのを、もう本当に時間かけてやっていくと、そこがやっとそこに意識がいくようになって、ね、そうするとみんなやっぱり、ね、蹴れたりいろんなことができるようになってくるので、ね、まあその時は、ね、まあ、とりあえず見て、ね、いやもうこれダメだ蹴れないって言うんだったら残ってください、ね、で今から詳しく本当にやっていきますので、ね、よく、ね、見て真似してみてください。それでは、ね、やってみます、ね、じゃあまず最初にまずこのそのやり方を見せます、ね、でもう外回しやるように、ね、外回しやるようにまずつま先を外側向けます。あとはこのいつも言ってますね、この角度なんですよって足が上がるの、ね、でそこに、ね、上げていきながら外回しをするだけです。見てください、ね、ドーン、ね、もう外回しですね。で、ドーン、ね、もう一回いきます。ドーン、ね、もうこれだけです。で、ね、これができないんですよね。で、これ何を今やってるかというと、まず先に、ね、これうまくできないのも後で全部説明しますからね。で、まずつま先を外に向けましょうって言っても、つま先をほとんど外に向けないですね。だから体が硬かったら回っていかないんですよ、ね。で、外側向けます、ね。で、今度は頭を横にちょっと落とすんですね。ね、ここに上げながら、ね、頭を落とすんですね。そうすると足はそのまま、ヒューンってきれいに上がっていきます。もう一回いきますよ。頭を横です。ね、で、ドーンって、ね、ね、こうですね。で、落とすんですけど、これができないんですよ、みんな、ね。で、何ができないかっていうと、まず、外回しなんで、ね、膝伸ばしたまま蹴ってくださいって言っても、膝を曲げて蹴ろうとするんです。こうやって、ね、蹴ろうとしてますね。蹴ろうとしてますね。だから外回しですよって言ってんのに、ね、膝伸ばして蹴ってくださいって言っても伸ばしちゃうんですよ。だから蹴れないんです。もう全体蹴れないんですよ、ねね、うまく蹴れない。自分だって蹴れないですね。大体こんな感じなんですよ。はいってこんな感じになります、ね、もう一つは頭を、ね、傾けるんですよって言ってても傾けないんですよ。で、すっごい、もう本当、ただ本当の外回しになっちゃうんです。で、みたいな、ね。で、肩に力入って、足を肩で上げようとするんです。こうやって、ね、肩で足を上げようとしてたら、絶対上段回しが切れるようになるんです。
うまく、ね、これすっごい多いです。特に壮年部ビジネスマンクラスの人にめちゃめちゃ多いです。もう一つはね、つま先ちょっと開きました。頭ね、傾けます。で、この軌道で、ね、外回しですよって言って、この、今自分左で蹴ってるんですね。で、右の肩を引きすぎちゃうんです。そうすると体、軸がなくなっちゃうんですよ。軸がなくなっちゃうんです。ね、スッと決めて、ね、軸がなくなっちゃうんですよ。だから、右の肩、締めてあげるんです。スッといって、ね、傾けます。右の肩、右の腰ですね。こっちとここ。で、ここ、頭、肩、腰を決めてあげるんですね。で、で、もう、ね、もう一回言いますよ。トン、頭、肩、腰を決めてあげるんですね。決めたら、トン、ね、ね、やってあげると、シューッと簡単に、綺麗な弧を描いて、回っていきます。で、ね、もう一つ重要なことがあるんですけど、ね、なんで今、つま先を外に開いてるかっていうと、ね、これ、キックボクシングでも、ね、みんな外側に開いてってね、ムエタイ選手もみんな外に開いて、蹴ってますね。ね、で、やっぱみんな、つま先、ね、うまく蹴れないのに、つま先まっすぐ行こうとすると、なんか体が、回っていかないんですよ。これ、よく見てください。後ろの足を前に出します。ね、で、このラインです。ただ、まっすぐですね。まっすぐ。もう一回いきますか。ね、もうまっすぐなんで、まっすぐ出したらまっすぐなんです。まっすぐ、ね。で、これを外側に置きますか。こうまっすぐ出す感覚で出ますよ。斜めに置きますよね。だから自然と、これ何にもしないんですよ。ねつま先を外側に向けて軸を決めてまっすぐ出れば体は回っていくんですよ。だから、ね、まっすぐで体を正面向いて回そうと思うと、もうただの外回し。で、外向けてまっすぐ出ようとしても体は自然とこう斜めになっていくんで、それにこの角度に上げながら、で、頭傾け、肩、腰決め、ポーンって、ね、自然と、もう自然とこれ、こう描くんですよ。で、ここが分かれば、これは全然苦でも何でもないんですよ。ね、それをみんな一生懸命、うりゃーとか、ね、もう無理やり、そうやって、回そうとしてしまうんです。ここを気をつければ、本当に簡単に蹴れるようになります。角度を変えてやってみますね。まあ、もうおさらいしていきます。まず、つま先をまっすぐではなく、外側に向けます。ね。で、外回しする感覚で、若干この角度、この角度ってのはなんで、若干上がるんですね。なんでかっていうと、足が、股関節が、ね、この構造上、足が簡単に上がる角度だ。ね、で、ここに、まあ、上げていきます、ね。で、頭を落としてあげます。そのまま、ね、まっすぐ出ていけば、体は回っていくんですね。ね、で、この角度に上げながら、ポーン。ね、もう一回いきますよ。もう一回いきますよ。トーン、決めて、この角度、頭傾けます。頭、肩、腰、決め、で、そのまま、上げると。トーン。で、綺麗に、こう描いていきます。ね。これ何の体に全く負担がないです。負担ほとんどないです。ね。ね。トーン。で、だから、ね、スムーズに、ヒューンって、蹴れるようになるんです。で、ね、まあ、今日はね、上段回し蹴りを楽に、スムーズに蹴れるようになる軌道をやりましたけどね、まあ、最初に言ってしまいましたけど、もうこれでうまくヒューンって蹴れるようにならなかったら、諦めましょう。ね、もう上段諦めましょう。ね、で、もしどうしても、いや、でも、もう、竹ちゃんは、どうしても、蹴りたい、ね、蹴りたいんですよ、スムーズに蹴れるようになりたいんですよっていうんでしたら、稽古終わった後に少しでも残ってください、時間ください、ね、
自分も時間作りますからね。であとは身体操作クラブ少しでもいいから残ってくださいね。でマンツーマンでもうちょいこうですよ、もうちょいこうですよ、もうちょいこうなんですよって細かい体の動かす場所、部位、動かす感覚っていうのを全部伝えてあげます、ね、であとは、ね、まあ、普段から、ね、自分のイメージ通りですね、イメージしたところ、動かしたいところを、ね、体の隅々まで、ね、動かす練習をしてください、ね、自分はもう散々そういった練習をもう散々やりましたんで、ね、意識したところ大体動かせるんで、ね、こうですよって言われれば、ねね、もうそこを動かせれば大体ほとんどの蹴りってできます、ね、できるんですよ、できるようになっちゃうんですよ、ね、なので、ね、まあね、もし、ね、これでできなければ、ね、まあ残ってですね、千葉道場生でしたらもう自分いますので、ね、もうね、どんどん何でも聞いてください。あとはまあちょっとYouTube しか見てない方はね、ちょっと大変かもしれませんけど、ね、やっぱりさっきも言いましたけど、自分の体のコントロールっていうのがものすごく重要になってきて、ね、もうちょいこうかな、もうちょいこうかな、もうちょいかな、もうちょいここをこう動かしてたらうまくいかな、これがすごい重要ですね。で、そういうことをやっていくと、ね、ある時ヒュンっていくようになりますね。それができちゃえば、あ、なんだ、ここだったのかっていうような感じでいろんなことができるようになってきますので、頑張って稽古してみてください。うん。